さあ、続いて選手番号19、池のりこさん。さあ来ました、のりこ。はい、この試合の勝者は初金腕相撲大会決勝へ進めます。で、敗者は敗者復活戦の決勝戦へ進むことになります。で、今大会決勝戦の椅子をかけた戦いとなります。よろしくお願いします。青コーナーの杉田さん、インタビューお願いします。はい、どうですか、今回勝つそうですか。だいぶ緊張してます。緊張してもね、大丈夫です。筋肉は関係ありませんから、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、大ちゃんの方は、はい、どうですか、頑張ります。頑張ります。頑張ってね、抑えてくださいね。そっちじゃないですか、そっちも頑張ってもらいます。はい。のりこさん、どうですか。のりこさんですね、今日はザワチンのモノマネをしてるそうです。違う、マスクしてるだけですよ。じゃあ他にもいますから。はい、ね、さあ、こんなね、二人もね、綺麗な声してますけど、こっちはすごいですから、ちょっとね、はい、早速行ってみましょうか。はい。はい、黒いマイク入ってないかな。はい、はい、入りました。お互いレイ、レイに始まり、レイに終わり、拍手。さあ皆様、熱い応援お願いします、はい、さあ今、女の熱い戦いが繰り広げられようとしております。さあこのルールがね、なかなか厳しいですからね。さあ平等にいってからです。レイが勝つのか、ノリコが勝つのか。さあ行くぞ。すごい、こっちまで気迫が伝わる。あら、あくんは、ストップ、レディゴー。すごい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 。うわー、あくん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 、ありがとうございます。はい、1位通過になります。おー、もう一回、もう一回あります。まだまだありますんでね。さあ今のはあくまで1位通過、はい、今勝ったのが、はい、池のりこさんです。おめでとうございます。いやー、のりこさん強いですね。じゃあ待機の方、後ろの方でお願いします。はい、続いて敗者復活戦になるんですが、はい、対戦者名をご紹介します。はい、はい、選手番号29番、上岡佳代子さん。佳代ちゃん、でかよこー。続いて選手番号22、沢田美由紀さん。美由紀、はい、美由紀さん。さあ美由紀さん、相手どんな感じですか、強そうですか。わかんない。さあ美由紀さんね、今ですね、緊張ほぐしてますから、はい、大丈夫です。美由紀さん行きます。どうですか、負けません。いや、言ってないから正確に伝えて。胸は負けてるけど負けませんって言ってます。いや、はい、胸は、ま、ねえ。さあじゃあこちらの方へ、はい、お願いします、はい、この試合の勝者は敗者復活戦決勝へ進むことができます。この試合で惜しくも敗れてしまった方は今大会の4位となります。なるほど、なるほど、それでも4位ですからね。ああ、なるほどね。さあね、乙女姉やんが見守る中、行ってもらいましょう。さあ、いろいろあるんですね。ブライレイ、握手、握手。すごい、逃げてください。バーに行って。さあ、これね、細かいルールがありますからね、うん、さあ、4位が負けても4位ということです。すごいです。そうですね、はい、ただ勝ちたい、やっぱり勝ちたい。さあ、1点目でしょう。これすごい。ストップ、レディゴー。さあ、おー、すごい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 。ダンプ、うわー、強い勝者、拍手。はい、勝者は沢田美由紀さんですかね。はい、勝者になります。おめでとうございます。でも4位ですからね、すごい。あ、これ残っててもらうのかな、大丈夫。すごいな。はい、続いて準決勝の勝者が連戦となりますので、1分間のインターバル休憩をね、4位の取ります。なんかまだ上にあるそうです。ごめんなさいね、かよこさん、かよこさん、はい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 、かよこさん強いもん、ね、4位ってことでしょ。4位だもんな、それでも。かよこさんとやってみれば。いや、俺全然おられるよ、みたいな。やってみなよ。全然強い。いやいやいや、もう今疲れてるからいいでしょ。はい、では今敗者復活戦決まりましたので、1分間のインターバル休憩を取ります。はい、この1分間の休憩は全日本アームレスリング連盟の規定によるものとなっております。はい、なるほどね、ルールがあるんですね。ね、すぐ行っちゃうとダメですから、はい、やっぱりそこでね、
さあ乙女姉やんもね、そう8金のやっぱり代表的な方でしょ、乙女姉やんってね。さあ今日はまさにここで決まるというわけですよ、優勝。じゃあちょっとここの空いてる時間の間に、はい、僕やりましょうか。誰と？いやいやいや、おかしいでしょ、誰とやんのよ。え、会長と。会長、会長と。いや、やるんですか、そんな、そんな流れないですよ。やめて。聞きましたね、どっち来ましたね、大ちゃん。そういう流れがあったのね。流れがあるのね。分かった。あるんだよ。今じゃねえんだ。はい、本当にまあね。じゃあこれ男も見たかったけどね。いや、あ、今回だ、女性っていうのはやっぱりこの乙女姉やんがイメージだからっていうことですか。女性だけやったっていうのは ね。ああ、なるほどね。はい、まあ男の人もやったらすごい人来るでしょうね。来年はイゴッソ大会でね。え、やりましょう、イゴッソ。ああ、そこでやりますか。うん、ああ、なる、男の人も来年やるということでございますね。あ、この後決勝ってこと？敗者復活戦の決勝戦。敗者復活の決勝戦、はい、負けた方が3位。なるほど、すごいな、負けた方が3位っていうのもまたすごいな、ね。さあ腕自慢のね、すごいです。普段はね、そういう風に強そうに見えない女性でも、ここ一番という時にものすごい力を出してです ね杉田君とか強そうですけどね。これ全然強くないですよ、本当にね。今ね、右肩が上がんない四十肩だから、はい、全然もうバキッて折られちゃいますから。はいはい、大ちゃん、杉ちゃん、はい、もう行くそうですよ、次の戦いへと。行きますか、はい、行きます、はい、はい、それでは敗者復活戦決勝を行います。対戦者は沢田美幸さんと小野恵美子さんです。おお、大丈夫、ちょっと休まりました。なるほど、休まった、休まった、大丈夫か。はい、この試合の勝者は今大会の優勝者を決める決勝戦へと進めます。うわ、すごい、勝った方が決勝。そうですね、この試合の敗者はなので今大会の3位になるということですね。すごい、なるほど。じゃあ優勝を2人が、ね、どっちがするかもしれない。そうですね、そうですね、はい、頑張ってください、はい、お二人とも頑張ってください。さあ、かよこさんとみゆきさん、えみこさん、えみこさん、さあ皆さん、どっちが勝つと思います。みゆきさんだと思う人、はい、お、かよこさんだと思う人、あ、えみこさん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 いますよ。あ、いいですね、声が乗ってますよ。頑張れ頑張れと。晩飯抜き、厳しいな。やってたらどうすんだよ。さあ、晩飯抜きということを言われておりますよ、はい、さあ行きましょうか。行きましょう、行きます、お互いレイ握手。さあどっちが行く、すごい楽しみ。いろいろあるんですよ。セコンドからね、はい、アドバイスが飛んでおりますけども。ストップ。レディゴー。さあ、いった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 。うわ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 、はい、拍手。いや、すごい。今私ちょっと見逃してしまいました。エミちゃん、え、勝ちました。すごい、小野さん、小野恵美子さん決勝。エミちゃん、スタートですからね。エミちゃん、今日はどこから来たの？中村から。中村から、四万十市から。はあ、すごいな。強かったですか、みゆきさんは。あー、みゆきさんの目もね、悔しそうだな。晩飯抜きですよ、晩飯が。いや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 、これは楽しい。はい、それではインターバルを取って決勝ということです。そうですね、はい、ここで大ちゃん出番ですよ。ここで、はい、敗者復活戦決勝の勝者、まあ、皆さん、敗者復活戦決勝の勝者が連勝となりますので、また1分間のインターバル休憩を取ります。はい、土佐荒腕一家旗支部支部長大ちゃんこと、はい、そうなんですか、はい、大ちゃん、はい、旗支部支部長大ちゃんこと矢野大輔、こっちだ大輔さんとツールダイス大ちゃんの勝負をお願いします。大ちゃん対決前もやったんですよ。やって前回は2人がやってどうだったんですか。もうギリギリ僕が負けたんですよ。ギリギリ、あっち2本指でやったんですけど、あ、いやいや、ボロ負けじゃんそして、ね、大ちゃん、なんとね、支部長は前日に高知内にある本部でみっちりと練習をして疲れてるそうです。おー、しゃしゃ、なので勝てるかもしれません。はい、さあ大ちゃん、じゃあもう僕勝ったらもう僕5万円でいいですねどうですか。いや、ダメです。さあ、じゃあ大ちゃんこっち。さあ腕の調子どう大ちゃん、 OK、 いいですね。さあここは負けられないですよね。ねえ、やっぱり本気でガツンと、ハンデなしです。やっぱ同じ男ですからね、ガンガン言ってもらいましょう。さあアドバイスあります。これなんだ、右足出した方がいいですか。ああ、そうですか、右足出した方がいい。
はいはい、ちょっと判定くださいよ。ちょっと判定しましょうか。じゃあ右足出すのなしとか。じゃあ大ちゃんは笑わしてもあり、顔でね、顔で笑わしてもいいです。はい、いいですか。さあ握手、握手からです。ルールからですね、こういう風にちゃんと礼儀から始まって礼儀に終わる。さあ握手をして、さあ大ちゃんどう、え、腕を取って分かるでしょ、手を取って。もう怖いです。さあ怖い、手羽先みたいってあんま強く